昼間ったんですよ。炎なんかあるでしょ、権現護衛光の石、どれが登るのかな。この岩壁はそうなのかな。いや、前も来たけど、ちょっとここはよくわからんかったな。
ああちょっとうっすらなんか掘ってあるか。うっすら掘ってあるような気もしますね。あとその鋭角に刻まれたところは多分人の手が入っていそうな気がしますね。これを登った先だって言ったらちょっととても行けません。やっぱあれなくなった。あたつよし、やっぱりちょっと分かりにくいな。こっち側かな。いやでもないし、もうちょっとはっきり分かる感じだった掘られていればなんだけど、ちょっと分かんねえな。めっちゃ天気悪い意味なんだな。なんて書いてある？車進入禁止か。兵士はここから降りてくんだけど、後から行こうか。ここが信号員ですね。よし。あら、傘が飛んでっちゃう。皇后様、皇后様。
構掘っとるな。こっちはもう仏様ですね。あ、これも弘法様っぽいね。地蔵様と弘法様か。誤作動しておりません？うん、傘が飛ぶ。船形石、手水鉢、うん、そうですね。こっからヤズさんが見えますね、この雨の中。そう、こういう風になってる。この雨だから見えないかと思ったけど、見えてますね。あれですよ、榊。あ、これか。あの山のてっぺんにも蔵王権現さんとかがおりますんで、祀られて。現在地、ここ信号院の前。百電は今ないんだな。で、ここ登ってこの辺をお参りして、八幡社っていうのは九三道、これだね、九三道の途中に。この辺の建物も今はないよね。ああ、今中、なんだっけ、なんか広場になっとる。で、降臨し、これはいい、前に行ったけど。仁王門、これも今はないよね。下の坊、上の坊。神社だけどお寺っぽいんだよね。うん、山尾田地区立石、あ、これこの前行った水尾弘法大師、これも前行った。結構苦労したな。八王子社っていうのはどこ？理由の大学、これちょっとわかんないな。はい、八王子社、あの辺の元にあるのかな。でも今ゴルフ場になってるからね、この辺。ちょっとわかんないね。寄り合いボラ、洞窟があるのか、わかんないな。最も古い鳥居っていうのは通ってくる途中にあったやつかな。
仁王峠南大寺門があった跡っちゅうところには行ったことが、はい、ですね。はい、いろは街道、当然葉っぱはもうない。あの五輪の塔は何でしょう。五輪、宝鏡院塔か。あ、これ黒金餅でしょう。黒金餅っていうのは赤い実がなる木ですね。マンリオでこんなに背高くなるの。俺の知ってるマンリオってせいぜい20センチぐらいだよね。30センチか。やばい。鬼瓦の、あ、鬼瓦、何気に置いてあるけど鬼瓦ですね。正式には白山姫って言うんですね。白山白山って言ってあるけど、日が差してきましたね。ありがたいことです。こっちは作業用の道ですな。焚き火とかを上げたり、社殿の修復とか。さてと、これがですね、これは何かね、天神様だ。天神様だ。あっちの奥にも何かあれへん。あれはただの石垣？うん。お茶の脇にも灯籠さんがありますね。これも古そうだな。Cの木。古いね、これも。ボロボロやん、川が。8万とか書いてありますね。こっちの石段はどこにつながるんだっけ。うわぁ、ほとんどなくなっちゃったな。元はここからもう行けたんだろうな。これがまっすぐの道だもんね、本来の。
はい、お稲荷さんがあります。あーっ、最先僕はコケと、よいしょ、はい、前来た時もこんな天気だったよね、天気雨みたいな。こういうのも縁ですかね。うわあ、この木もすごい木だね。ねじれて枯れて、それでも生きてるんだな。ぶれたかな。ちょっとぶれたかな。よし。日が差してきた。何ヒロシ、結構ちょこまかと収穫されとるね。手水はちょっと古そうだな。はい、こっちの奥は何があったっけ？あ、まずあっち。奥にまたすごい木があるぞ。鐘楼堂跡、はい。この像は孔子さんですね。腕が6本、顔3つ。山の神です。日が差すと全然明るさが変わってくるな。はい、木漏れ日に伸びますね。で、その隙間にまた木が挟まってやることになった。札がついてるね。
つぶらじ。実が美味しい木、シイの木じゃなかったっけ。実落ちそうなんかな。もうリスとかが食べちゃったな、大抵を。落ちてない。無理か。これもシイの木だね。これもシイの木。これはまだ若いかな。沈徳承認つか。大和の方にもありましたよね。多分分骨されてますね。おらんぞ。あれ、ストローついてない、もしかして。ついてないかもしれんな。はい。なんだかんだ言って今全然途中なんだが、こっちの奥にはなんかなかった。小さい祠。でもこれ向きは向こう向きだよね。違うか。あっちがし表でいいのかな。よし。ちょっとわかりません。あ、どっちも裏っぽい。わかんねえな。
リア？リアってどういうこと？フラッシュモードでしょ？あれ？何が違うっちゅう？いまいちついてるかどうか分かりにくい。うん。たまげしてるかもしれん。あれ？こっちもなんか帰りに行くか。段差が均一じゃないから。近づいてきましたね。正白さんと。よいしょっと。アンピカの爆。1年ぶりか。1年ぶりですね。夏には来てないからな。広い配電ですね。なんぞある、これって前撮ったよね。御朱印一応あるけど、使っとる人おるんかな。運賃、はい、これは由緒書き、墨書きですね。
田武の言論ですね。織田東山の巨樹をことごとく狩り、ひどいね。はい。どんと焼きの穴。あ、なかった。御朱印帳か。新しいやつがあるのかな。ありません。あれ、これ何。あ、え、これは何。御朱印帳は社務所の前の箱の中に。社務所って下か。ちょっと待って、ね、この白黒のやつは何。このパンフレットなのかな。白黒になっとるのか。そうですか。それは返しとこう。帰りません。はい、じゃあしょうがない。パンフレットは金取らんよね。うん。ちゅうかカラーのやつが本当はあるんだけど。神社券って。ああ。ですか。あとどっかなかったっけ。あっちの裏に何かあるんだっけ。古札納めどころ。ん？こっちは社務所か。社務所、じゃあ社務所か。小盛屋だな。で、ストーブとかあるし、社務所前の何やったかにあります。ちょっと変だっけ。閉まっとるよね。平和の宮。ああ、そうそう。これがね、ヤマトとこんがらがっちゃったね。桃山ネビ。ちょっと行きましょうか。あれ？この、ああ、これがトイレか。まあ、トイレはいかんねんや。トイレの他にも何かある。ないよね。ないよね。そう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 。
んまりないよね。逆光だな。この奥は本殿の裏に回っちゃうな。私多分一応道がある。ん？一応一周できるのかな。変な好奇心があれ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 ね。はい、あるあるけどちょっと怪しくなってきた。下に降りるべきなのか上に上がるべきなのか。下だけいいな。なんだ。あっちはなんだ。湯じゃない。今までいた。あれ。ちょっと怪しいな道が。うわやばいかもしれん。うわなんかやばいかもしれん。どうしよう。変なとこ行っちゃった。登ろうか。子供の頃なら無理めでも行くんだろうけど、ちょっとな。荷物も多いし。そもそも裏なんか来ちゃいかんだろう。戻ろうか。こっちも険しいな。やめた方がいいね。
から上行くのか。よっ。なかった。これが、なんだっけ、平和の宮か。平和の宮、はい。戦争関係だとね、多分。あれ、本殿には、本殿を通っちゃうのか。本殿っていうか、これ、大井殿だね。この、内側にもう一個ちゃんとした本殿があるんじゃないですか。うわ、綺麗。すごい、塩塗りだな。こんな風なんだ。すごいな。ありがとうございます。あれ、出られない。出られない。ちょっと待ってよ。ちょっとごめんして。ちょっとごめんして。これが、このところも文化財だっけ。案内板が苔むしとる。
介したやつか。うん。あらかし。ああ、見覚えあるな。の裏に何あこれはもうご神事ですね。この風呂は何？大きな木は根こそぎこけた跡か。はい。おお。この辺の木も結構でかいね。うわ、何かな。虫こぶか。虫こぶだね。すごいな、これも。まあ今簡単にお伊勢さんも行ける時代ですからね。はい。山もうっそー。山もで実のなる木でしょ。あのこんな木なるの。へえ、すごいな。こっちはつぶらじ。こっちも実のなる木だね。ああ、あれガードレールこけたぞ。転落しとれんだろうな。うん、まあ石段から帰りましょうか。こっちが社務所か。御用の方ルー自宅台湾お札あります。ご自宅にでしょうね。ここにはないみたいですね。お留守のようですね。はい、履歴みたいに車で置いてあるというパターンは なかなかないですよね。ありがとうございました。では あれできましたね。
しょ。あと氷石とかも行かなあかんでな。氷石と八幡社の間は道ないんだよな。あ、まあ、あるっちゃうけど、また戻ってこないかもだよね。あれ？途中になんかあったよな。あれどこだっけ？ああ、ここか。これはまた脇道がありまして、これは何の祠？書いてないな。なんだろう、扉の模様で判断できるんだけど、わかんないね、これだと。はい、はい、よっ、音が出てきたね。さあ、ここからは行かん方がいいな。片付けは、はい、ん？お帰りの時は閉めてくださいって開いとるじゃん。誰開けっぱなしにしとる人は。だって、あ、こうか。閉まらんけど。あれ。ちょっと長さ足りんで。
始められないっちゅうことか。しょうがねえな。まあすぐ回ってくるから。ここもコンクリート打ち直したんだね。もうちょっと分かりにくい石段だったと思うけど。あれは藤棚かな。最初の時に来たことがないからちょっと分かんない。あれ結構下まで行けるね。前がガードしてあったけど、あ、やっぱゲートあるわ。そっちは行かん方がいいのかな、やっぱり。ああ、門がありますね。はい。小売岩、小佐漬岩。ここも久しぶりですね。去年の正月以来かな。ちょっと顔鬼のように見えるでしょ。上のくぼみが目で、下の三角の穴が口でとか。まあ、よし、本当にお願いするときは来るんだろうか。こっからはつながってないんだよな。なんか荒れてるし、水が流れるんだよね。ちょっと水が流れるんだな、ここの大雨の時は。ああ、やばい。一応道があるけれど、あんまり通られた形跡がないね。え、そもそもどうやって開ける。開かないね。開く構造のやつじゃないじゃん。あ、ここか。ここも閉まっとるもんな。何何、締め切りですね。あれ、なんか札が見えるけど、え、なんか札が見える。ちょっと待って、その先あるの？川口遊海道。この山通って遊まで出れるのか？こっち回ったらあの石段だよね。今使われてない。うわ、何このギガンドも。うわ、こんな目、あれあれにあれちゃうと。ああ、ちょっとあるね。ああ、川口遊海道。そうなんだ。まあ深入りはしないとこ。これが昔の石段か。もうボロボロだな。
こっちも向こうに取るということは旧山道につながったのかもしれんけど、まあそれはいいわ。急参道行きましょうか。OK。 危ない、ちょっと濡れてるし。閉めてあげたいんだけどな。長さ足りんよな、どう考えても。構造上の欠陥。足りねえよな、どう考えても。ああ、はいじゃ、OK、はい、ありがとうございます。これがね、多分北畠市あたりのお墓じゃないかっけか。いや、あ、ちゃんと上家っていうのが今の宮司さんなのか。この辺の写真は前にも撮ってるんでね、確か。中古改ざん幽霊の墓、ああ山尾田湖廃棄を書いた改正の墓、はい、山尾田湖廃棄に追記した会長の墓、すごいな。調べとるな、ね、ちょっと。あと五輪塔の塔がいっぱいある。これも武家さんの墓ですね、多分。はい、あれバナナ、もうそんなのかな。
ちょっとまとめてすいませんけど、はい、ちょっと三度は本来は通らなくていいんだけど、どこだっけ、あれどこ入り口だっけ、これだっけ、そこに石段あるか、これだよな、上三度、分岐が分かりにくいぞい。グラサンドというか旧サンドだな。名勝線の音だね、あののんびりしたゴトンゴトンは。あんまりこんな古いところは崩れる可能性が推奨するべきではありません。雰囲気はいいけどね。木漏れ日が入ってくるね。苔してるし、これだったらまた登らないかな、ね、ここだっけ、八幡社の分岐って意外と近いな、上から初めて行くと不安になるけど、2回目だとそれどっちことはねえな。ここに案内板があったはずだけど今ないね。ん、ここだとよな、あ、倒れてる、倒れてらっしゃるが、うん、ひでえもんだな。ここなんですよ、この大きな C の木のところに分岐がある。この根っこ、まあといっても何も建物は残っていないんだけどね、石段の跡とか、あと手水鉢ぐらいかな。ここにも倒木が
うわ、すごいとこに倒れとんだ。この上だよね。ここは今境内みたいな感じ。こら、これが石段で、これが調布鉢で、で、この台の上に社殿があったのかな。今全然ないけど、という場所です。はい、じゃあ下の鳥居まで歩いてみる。偉いけど、やっぱこう、この木はでかいな、ひときわ。シーの木。今何時？もう次回れんかな。またひときわ山の中だからね、無理だな。何時だ本当に。4時は回ってるんだっけ。ああ回ってるわ。ダメだ。割と綺麗に掃除してあるけど、何せ石段が古いからつまずいてしまう。俺も C の木だよね。この根元が板状になるのが板根ですよね。これ、こうなるまで結構年数かかるよな。
伝承ではその辺にも建物あったんだっけ、ちょっともわからんけど、こっちの斜面は無理だよな。こっちはまだところどころ平らなところがあるから。お、常夜灯かな。このみなんとなく向こうにつながってるような気がするね。こっからさっき見た川口湯通りか街道だっけか。一応鳥居は見えてきてるけど険しいな。これも椎の木だね。おぶ、転がった。やっぱ。鳥居が見えましたね。え、あ、そうか。こっから高速道路登ってもいいんだ。ちょっときついもんな。この道に登り返すメリットはあまりないしね。うん、 OK、 じゃあ舗装路から登りましょうか。うわ、きついな、この石段。多分合ってるんじゃないか。よし、石がいっぱい乗っとる。願掛けの石だっけこれ。なんでそんな黄色メートルになるのよ。どっから感情してるのあんた。はい、はい、しゃ、これが旧参道でした。あまり使う人おらんよ、もう物好きな人でもなきゃ。たくみんなお年寄りは足悪いんだからね。はいはい、おい、損者扱いだっけ。
しながら。ここら辺ずっと桜並木がある。左手ずっと桜の木だよね。何しろ天気がね、初めか終わりまで晴れてるっちゅうのも最近ないんだよな。明日はどうなんだろう。夜は桜並木が綺麗なんだけど、冬はやっぱり殺風景だな。これ道なんかな。あ、でも倒木あるね。ここら辺が八幡城の脇になるのか。いや、もっと上だろう。距離の感覚としてはこの辺だよな、八幡城は。水タンク。浄水道ですな。
行長分水系装置。ああこの辺から電波送信してるのかな。上水道第一排水池綺麗になってるね。去年来た時この辺掘り返してたよね、工事で。はい、こういうタンクが好きな人も結構いるよね。大きい。あっちの土。はい。強くなってきましたな。第2駐車場そうだっけ。って使われたことか見たことねえぞ。正月の時ぐらいしかないじゃない。よっしゃー、再び登ってまいりました。一段落ですね。
降ってきたんだけど。シュッとしたデザイン、デザイン、まあ自然の組み合わせです。この鳥は結構取れるぞ。そもそもどうして元々の道はこの上だったのか。それとも脇に移設されちゃうのか。お、サウナ越しだっけ。そもそもそこを歩けるかっちゅうと、まあ一応あるか。よいしょ、これが旧道ですか。まあここも物好きな人しか通らんな。っていうか縄張ってあるんですが、通行は推奨されていませんね。一応草は刈ってあるけど。うわ、この木も太いね。杉だな。神宮杉。神宮杉相当の太さ、古さ。
楽なんか。縄張りがやばい。はい、ありがとうございます。すごい天気なんだけど、うちの方やっぱり雪じゃね。白いよな。今顔に当たってるな。結構広く土地取ってあるよね。この木も桜なんだよね。
勝15連勝。